より生じた、副流炎、呼び出し煙を発生源とする、有害物質を含む環境タバコ炎に暴露され、それを吸入することである。間接喫煙、二次喫煙とも言う。自動的喫煙環境は、エルク発岩性で、グループ1に分類される。1981年、日本の平山武氏によって発表された、平山論文により、世界で、 初めて受動喫煙の害が提唱された。喫煙後に衣服や髪、喫煙室の壁やカーテンのタールなどの付着から発散する有害物質への暴露、屋内の空気清浄機によるフィルターで煙粒子を除いた基礎有害成分などの煙として見えない有害成分に暴露されて通常の呼吸で吸引する状態を含む。 喫煙者が口や鼻から吐き出すタバコの煙、保持するタバコの先から立ち上る煙、空気中に漂うタバコの煙、ポイ捨てタバコや灰皿のタバコのくすぶりによる煙、目に見えない、薄く広がった状態、煙粒子成分の除去された状態、喫煙後数呼吸に含まれる状態のいずれも、有害物質が多く含まれており、人の健康に悪影響を及ぼす。 酒場における環境タバコ炎。人が、環境タバコ炎に暴露されることを受動喫煙という。受動喫煙は、タバコの先から立ち上る煙、喫煙中に落下した、燃えた状態の火種、喫煙者から吐き出される息から出る煙、投棄された吸い殻から立ち上る煙、目に見える煙だけからもたらされるわけではない。喫煙後の数十回の呼吸には計測器で、 検知可能なレベルの粒子状物質が混在している。日本では喫煙室の平均粉塵濃度を0 1 5 m g トル以下とすることが厚生労働省の職場における喫煙対策のためのガイドラインの喫煙室の基準であるが微小粒子状物質にかかる環境基準は似て1年平均値が1 5 m g トル以下でありかつ 一日平均値が三十五マイクログラム毎立方メートル以下であることである。p m 二点五による測定で受動喫煙のある環境タバコ煙炎の存在する状態を優位に判別することが受動喫煙対策研究者らの主流である。受動喫煙は主に急性影響によって目のかゆみ、目の痛み、涙、瞬木、くしゃみ、美平、かゆみ、微重、 喉の痛み、頭痛、吐き気、咳、全鳴呼吸抑制、指先の血管収縮、心拍増加、皮膚温低下を引き起こす。喫煙によって生じる環境タバコ煙の有害物質の作用である。慢性影響により、癌、心臓疾患及び呼吸器系疾患などの様々な疾病の危険が高まる。予防医学の観点からも、受動喫煙の防止が、 社会的に求められている動きが世界で広がっている。疫学、毒物学などの分野を中心に提唱され、受動喫煙の人体への影響は2006年、米国公衆衛生相関報告でも、受動喫煙による健康被害が存在する旨が発表された。風によると、全世界で受動喫煙によって、毎年数十万人の被喫煙者が死亡しており、 各国における包括的な疾患データが最も揃っている2004年で受動喫煙を原因とした全世界の死亡人数は推定約60万人である。風によれば職場の受動喫煙によって毎年世界でおよそ20万人の労働者の命が奪われている。日本国内では健康増進法により国民は生涯にわたり 自らの健康状態を自覚し健康増進に努めなければならないと法的に規定されていることから、受動喫煙に対しても防止対策が示されている。国際的な受動喫煙防止意識の高まりは、風によるタバコの規制に関する世界保健機関枠組み条約として、日本でも健康増進法などで、風の枠組みをもとに具体化されている。 不加名国において、医学、公衆衛生などの関連書学会、公衆衛生機関などは、予防観点から、受動喫煙防止を要望、推進している。受動喫煙と健康に関する疫学研究は、1960年代後半に、初めて発表された。総括的には、1972年に、アメリカ公衆衛生局受託隊長の名で出された。 報告書が初めて、受動喫煙を健康に対するリスクとして認定した。1993年、米国環境保護局は、環境タバコ煙に対する危険度評価の最終報告書において、ETS をグループ A 発言物質と分類した。2007年に、フーは韓国書において、受動喫煙が健康に害をなしているという根拠と、社会的コスト並びに、 経済的コストの重大な増加を招いていることを示し、その解決策として、受動喫煙からの解放を行う政策を提言している。医学界に代表される禁煙推進勢力に対し、タバコ業界は様々な形で独自のキャンペーンあるいは妨害工作などの反対活動を行っているとされている。これらは、タバコ産業に対する訴訟過程で明らかにされた。 数百万件の内部文書により明らかとなった。現在までに様々な科学的証拠が発表されており、受動喫煙が害を及ぼすことは、各国の禁煙に関する医学会の提説となっている。また、米国公衆衛生長官のレポートのように議論の余地はないとしている。しかし、製品について、現在においても様々な議論がなされている。あるいは、 タバコ産業とその関連団体が長年にわたってタバコと健康に関する様々な観点の研究と報告書作成に資金を出してきたことはタバコ産業の見かけ上の社会的信頼性を高める役割を果たしてきたがこのような活動に関与することは健康増進という目標取り外者を反する行為であり倫理上の問題があるという意見もある日本では 男性の72%が職場や学校で、また女性の51%が家庭で、それぞれ受動喫煙にさらされているとの1999年の調査がある。この割合は減少傾向にあるものの2017年に受動喫煙の機会があったものの割合を場所別に見ると飲食店で42.4%、路上で31.7%、 職場で30.1%であり、近年は横ばいである。1988年から、米国の2つの保健機関による、保健栄養調査において、血清コチニーノードを調べることで、非喫煙者の受動喫煙の程度が調査された。それによると、2002年に至るまでの約10年の間に、受動喫煙量は減少を示したが、 受動喫煙の影響はそれでも多大であることが分かった。年齢が低いほど血清にコチン濃度は高くなる傾向があり、子供は、成人よりも、高度に、環境タバコ煙炎にさらされていることが示された。血液以外でも、尿、唾液、毛髪にも、発岩物質を含むタバコ特異的な成分が、ETS に暴露された、喫煙者から検出されている。また、 喫煙後に子供を抱いたり会話をする喫煙者の息からも有毒物質が出続ける。喫煙した親の服についた煙が影響を与える場合もある。受動喫煙の程度は国によって異なるが、環境タバコ煙炎の成分濃度の測定研究によって、家庭と仕事場が主な受動喫煙の場となっている。例えば、喫煙者の住む家の浮遊粒子は、 非喫煙者ばかりの家の倍以上の濃度に上る。受動喫煙に伴う問題は、喫煙者以外のものが、当人の意思に関わりなく、環境タバコの煙を吸わされ、不快を感じたり、病気の原因となることである。厚生労働省の委託研究の報告書によれば、建物内では、換気系統を分けたり、換気や、喫煙区域設置する、分煙によっても、受動喫煙をなくすことは、 不可能であると報告されている。職場環境においては、労働安全衛生上の問題としても、取り扱われており、訴訟となったケースもある。受動喫煙の安全レベルの存在は見つかっておらず、むしろ安全レベルはないことが示唆されている。しかも屋内では単なる換気設備などでは、受動喫煙を完全に防止することはできない。 喫煙者と同居する非喫煙者の死亡率は優位に上昇することが知られる。受動喫煙により危険性が増すとされる代表的な障害を以下に提示する。受動喫煙が引き起こす、障害犬猫受動喫煙が引き起こすと思われる、障害受動喫煙と肺がんの関係の動喫煙と、肺がんとの関係に続き、受動喫煙と肺がんとの関係を、 健煙健運動の団体が指摘し始めたのは1981年以降であった。主流炎、副流炎の性質、受動喫煙で吸収される物質、発がん物質への暴露で見られる定量的な容量効果関係の存在などの知見から、受動喫煙は発がんのリスクを上昇させると言われてきた。1992年、米国の環境保護機関は、 前年までに発表された疫学論文を検討し、環境タバコエンバクロレベルと肺がんリスクの関連について肯定的な報告を行っている。1997年になると、それまで蓄積された疫学研究に対するメタ分析も発表された。翌1998年には、 英国のタバコと健康に関する科学委員会も、それまでの研究結果を再評価し、受動喫煙は、肺癌の原因、と結論した。その後も、米国の国立がん研究所などが、総括的なレポートを出している。2001年、米国保健福祉省は、配偶者に由来する、受動喫煙の影響を報告した。2006年には、同省は、 前回の総括検討以降に新たに発表された研究を加え地域性も含めた様々な面から再検討し総括している。日本国内においては国際肺がん学会や日本呼吸器学会といった関連学会がそれぞれ2000年2006年に受動喫煙と肺がんとの関係を肯定する内容の宣言や声明を出している。2016年には 国立がん研究センターが複数の論文から受動喫煙による日本人の肺がんリスクを受動喫煙がない人に比べて約1.3倍となることを示し肺がんリスク評価をほぼ確実から確実へと変更した受動喫煙と冠動脈疾患の関係受動喫煙と冠動脈関連疾患との関係については1984年に 日本及びスコットランドにおいて2件の論文が発表された。前者は冠動脈疾患による標準化死亡比の上昇を、後者は同じく心筋梗塞の影響を報告したものである。この2本に続く論文も数法発表されたが、1986年に米国保健省はこれらの論文に対して事例が少なくデータの安定性を書くためさらなる。 研究を要すると評価した。受動喫煙の影響を調べる生理学的実験がその後相次ぎ多くの疫学研究もなされた。1994年以降先行研究及び過去の事例を評価したメタ分析も行われ、受動喫煙と冠動脈疾患との関連性が示唆されてきた。これらの報告を受け2001年に 米国保健省も、両者の関連性を支持する見解を示している。同省は2006年にも関係を再評価し、受動喫煙は、冠動脈疾患のリスクを27%上昇させる原因である、と結論している。またこれらの報告を受け、2002年には、日本人換気学会が、禁煙宣言を出している。2001年以降には、受動喫煙が、 冠動脈疾患を起こす機序を報じる論文が発表されてきた。それらによれば、環境タバコ炎を受けた血管内皮細胞が血管収縮を起こしてアテロームと血栓を形成することが冠動脈疾患の発症につながるとされている。受動喫煙による死亡者厚生労働省の研究班による調査で受動喫煙による死亡者の推計が 年間6,800人と発表された。国立がん研究センターの研究で、受動喫煙により、死亡率が1.3倍程度高くなることが判明し、片野田幸太研究員は、特に職場での全面禁煙が欠かせないとしている。この推計は、肺癌と拒血精神疾患に限定されたものであり、これより、死亡率が高い可能性があるとされる。 受動喫煙による健康への悪影響については、流類、美閉、頭痛等の諸症状や、呼吸抑制、心拍増加、血管収縮等生理学的反応等に関する知見が示されるとともに、慢性影響として、肺がんや循環器疾患等のリスクの上昇を示す、疫学的研究があり、エルクは、証拠の強さによる、発がん性リスク一覧において、タバコを、 グループ1と分類している。さらに、受動喫煙により非喫煙妊婦であっても、低出生体重児の出産の発生率が上昇するという研究報告があることから、以下の条約や法令により受動喫煙の防止が求められている。2005年2月27日に発行した風のタバコの規制に関する世界保健機関枠組条約では、受動喫煙の防止が 各国の責務として定められている。この条約については、146カ国が合意し、日本も批准している。2007年7月4日、第2回定約国会議において、タバコ規制枠組条約第8条とそのガイドラインの実行を2010年2月までに行うことが、満場一致で採択された。これにより、日本を含む定約国は、 速やかに公共の場での受動喫煙防止対策を実施、促進することが約束された。具体的には、人が集まる場所の全面禁煙化、そうした施設内に、いかなる携帯の喫煙所も設けないこと、違反管理者への罰則を定めることとなっている。平成15年4月30日付厚生労働省、健康局長通知により、健康増進法、 第25条に規定された受動喫煙防止に係る措置の具体的な内容及び留意点を示している。2009年3月24日に可決、成立した神奈川県公共的施設における受動喫煙防止条例は地方自治体として最初の条例であり公共的施設の記念、店舗面積100平方メートル以上の飲食店または 宴会場は禁煙または完全分煙の選択を定めた。完全分煙を選択した場合の喫煙エリア及び、喫煙所への未成年者の立ち入りは、業務に従事するものとして、未成年者を立ち入らせる場合以外は保護者同伴児を含めて禁止され、未成年者の受動喫煙防止に一歩踏み込んだ配慮がなされた。なお、禁煙場所での喫煙は2万円以下の過料。 施設管理者義務を守らず、県知事の命令に従わない場合、5万円以下の、過料の罰則を規定し健康増進法より厳しい規定となる。受動喫煙がもたらす健康障害については、科学的根拠が希薄であるとの説も唱えられ、論争が行われていたが、2004年には、世界保健機関及び英国タバコか健康かに関する、科学委員会が、2005年には、 米国カリフォルニア州環境局が2006年には米国公衆衛生局長がそれぞれに詳細な報告書を発表している。また2007年にタイのバンコクで開催されたタバコ規制枠組条約第2回定約国会議の際に日本を含め全会一致で採択された条約第8条履行のためのガイドラインにおいて 自国での条約発行後5年以内に屋内施設の100%完全期限を実現するための法的規制を取ることが求められている。日本学術会議はこれらの報告書等を踏まえ、この論争について受動喫煙は科学的根拠をもって健康障害を引き起こすことが示されて論争に終止符が打たれたと言えるとの評価を行うとともに 2008年3月4日に発表した、提言、脱タバコ社会の実現に向けてにおいて、受動喫煙が、肺がんや、心筋梗塞小児の気管支援、肺炎や、全息の悪化、乳幼児突然死傷候群などの原因となることには、十分な科学的証拠がある。他人の健康を害してまで喫煙する権利を、喫煙者に認めるわけにはいかないとし職場、 公共の場所での喫煙を禁止することを求めている。具体的には、上記のガイドラインに沿って、職場、レストランやバーを含む公共の場における、屋内並びにタクシーを含む、公共交通機関での全面禁煙を明示し、罰則のある強制力を伴う法を整備する、必要がある。としており、タバコ規制枠組条約の締約国として、日本が、 タバコ対策を強力に進めていくことを求めている。副流煙は、タバコの発火点から直接立ち上ることによる温度の差から、主流煙の数倍ないしそれ以上の有害物質を含んでおり、非常に危険であると警告されている。米国環境保護局は、環境タバコ煙を A クラスの発岩性物質に分類している。タバコ会社自身による実験においても、 主樹の発がん性物質の濃度が主流炎よりも副流炎において高いことが示されている。これらのことから発がん物質が受動喫煙によって吸引され人体細胞の DNA が変異を起こし発がんに至るとされている。日本世界なおフィリップ・モリスをはじめとする主だった。 タバコ会社が離婚法に違反しているとして、合衆国政府から1999年に訴えられた裁判では、被告のタバコ会社らは、ETS と引喫煙者の疾病に関連があることを、内部では認識しつつ、公けにはそれを否定する発表を繰り返していたと、連邦裁判所の判決で指摘されている。2009年3月24日に、厚生労働省は、 受動喫煙防止対策のあり方に関する検討会報告書を発表した。この報告書では、受動喫煙が死亡、疾病及び障害を引き起こすことは、科学的に明らかであること、並びに、受動喫煙を防止するため公共的な空間での喫煙を規制した国や地域から、規制後、急性心筋梗塞等の重篤な心疾患の発生が減少したとの報告が、 相次いでなされていること等に言及するとともに、受動喫煙防止対策を一層推進し、実効性の向上を図る必要がある旨の現状認識を示している。また、基本的考え方として、今後の受動喫煙防止対策は、基本的な方向性として、多数のものが利用する、公共的な空間については、原則として、全面禁煙であるべきであるとしている。 2020年夏季オリンピックに向けて国際オリンピック委員会と世界保健機関が推進するタバコのない五輪という方針のもと受動喫煙対策を強化する飲食店などの屋内では原則禁煙という規則のもと喫煙室の設置などが求められる予定違反者には30万円の過料を課すありがとうございます